キャーズムカラベキル、キャーズムカラベキル、ムサキャスムカービキア、1882年1948年1月25日は、オスマン帝国及びトルコの軍人、トルコの政治家、著述家、トルコ独立戦争期のでは1920年にアルメニア共和国軍と戦って勝利。後、トルコ大国民議会議長を務めた。最終階級は、ビリンジフェリーク。 オスマン帝国軍の将軍メフメドヤミンパシャの息子としてイスタンブールのコジャムスタハパシャで生まれた。父の転勤に従って住居を転々としたが1893年に父が死んだためイスタンブールに戻った。カラベキルは翌年クレリ洋年兵学校に入学し1899年に卒業した。学生時代はイスタンブールのゼイレク地区に 住所登録がされていたた、キャーズムゼイレクと呼ばれた。1900年3月13日に入学した、陸軍士官学校を1902年12月6日に、主席で卒業して、不評勝位となった。クラスには、メフメド、ケナン、セーフイー、メフメドヌリ、メフメドフルースイー、キャーズム、キョプリリュ、エドヘムネジデド、ジェミールジャヒドラが、コレスには、エドヘム、エミン、 サドゥラーラがいた。翌日入学した陸軍大学を1905年11月5日に、主席で終了すると同時に参謀隊員となり、参謀実習のために第三軍に配属され、霊下の攻撃大隊、第15騎兵連隊、第13砲兵連隊、マナストル地区司令部に勤務した。 1907年11月から1908年11月までイスタンブールの陸軍士官学校で戦術教官を務めた後、1908年11月にエディルネに駐留する第三師団の参謀となった。1909年4月13日に勃発した反、革命反動である3月31日事件を制圧するため、行動軍の仮設第二師団の参謀長として、 イスタンブールに入場した。その後、アルバニア反乱を鎮圧するために組織された、仮設第一軍団の第一課長、参謀補として任務に当たった。1911年1月15日に、第十不評師団の参謀長に任命され、翌年6月9日には、臨時の追加任務として、ブルガリア国境エディルネ地区委員会のメンバーを務めた。 ドイツ軍事改革派遣団に配属された後、少佐時代の1912年にバルカン戦争に従軍したが、1913年6月22日、エディルネ防衛戦でブルガリア軍の捕虜となった。帰国後、1913年12月2日、損害を確定するため組織された合同委員会のメンバーとなった。九百十四年一月十一日から八月三日まで、 参謀本部、第二課第一係長、課長補佐を務めた後、総司令部、第二課長となった。第一次世界大戦では、1915年1月6日から3月6日まで、カフカス戦線に派遣するために、各師団から抽出された部隊で編成された第一、遠征部隊の司令官に任命され、カフカス戦線やペルシア戦線を転戦した。ムドロス戦後、 同軍団が占領地から撤退して解散した後、1918年12月25日、ガリポリ半島にあった第14軍団の司令官に任命され、半島を占領軍に明け渡した後、テクフルダーへ移動した。東部アナトリアの治安状況や、アルメニア共和国軍による侵略を憂慮して自ら、就任を希望していたエルズルム中流第15軍団、司令官職に、 1919年3月2日に任命され、ムスタファケマルのサムスン上陸に先んじ、同年4月17日にサムスンに立ち寄り、4月19日にトラブゾンに上陸した後、5月3日に任務地であるエルズルムに到着した。トルコ革命戦争では、ムスタファケマル率いるトルコ大国民議会派、アンカラ政府に投じて東部戦線司令官となり、 ロシア帝国から独立したアルメニア共和国の軍と戦った。アルメニア軍に勝利してカルスなどかつてのオスマン帝国東部領土を回復し、全県代表として1920年11月15日にキュムリで停戦条約に調印、現在のトルコアルメニア国境を確定した。1920年にエディルネ選出議員としてトルコ大国民議会の一員となる。 軍務も続けており、東部に駐留する第一軍司令官を務めていた。1923年6月にはイスタンブール選出議員として議会に議席を得る。トルコ独立戦争において国民議会議員として軍務に当たったため、赤力大助独立勲章を授与された。ケマルに次ぐ功績を挙げたカラベキルだったが、 改革方針については、ケマルと見解をことにすることが多かった。ケマルと異なりカラベキルはカリフ正の早期廃止には反対で、特にイギリスとのモスル州貴族問題が解決する以前に廃止するとイギリスにつけ込まれると考えていた。カラベキルの予想通り、カリフ正廃止の翌1925年にトルコ東部でシ政フサイトの藩が発生し、 その混乱に注意が向いている間に、モスル州は、イギリスイニ民党治療メソポタミアに編入された。ケマルの共和人民党に対抗して、1924年に、カラベキルは、ン歩共和党を結成して党首に就任していたが、政府サイトの反乱やイズミルでのケマル、暗殺未遂事件を理由に、ン歩共和党は1925年6月に、回答に追い込まれ、 カラベキルラ党員は逮捕された。死刑の可能性もあったカラベキルは、政界から離れ、陰性してカイコロク執筆に専念するようになった。しかしこの著書も、発禁処分を受けた。新生トルコ共和国は、ケマルの強権により改革が推進される一党、独裁制となったのである。1938年に、ムスタファ・ケマル・アタチュルクが死去すると、後継大統領となったイスメト・イノニュは、 カラベキルの名誉を回復した。翌年、カラベキルは大国民議会に復帰し、1946年8月には国会議長に就任した。議長在任のまま1948年に心臓発作のため死去した。イジュラルプ人との間に参助があった。2005年、イスタンブール市エレン教院に残るカラベキルの旧家が、カラベキルパシャ博物館として開館した。 カラベキルの名を冠した小学校もある。またカラベキルの父、メフメドエミンパシャの出身地であるカラーマン県ガフェリアド軍が1951年2月22日の決定でカサバシとして改組された後、翌年にはキャアズムカラベキルと改名された。またサムスン県テルメ軍にはキャアズムカラベキルパシャ村がある。一級メジディ勲章。 4級オスマーニー勲章、剣付2級、メジディー勲章、剣付2級オスマーニー勲章、戦争メダル、銀戦鋼メダル、銀優秀メダル、金戦鋼メダル、金教育メダル、2級及び1級鉄十字章、剣付2級王冠勲章、三等軍自主勲十字章、2級鉄官勲章、赤力隊付独立勲章。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。